どうもー、ジャクロでございます。監督最新情報ということで、この動画はですね、毎週木曜日、ウィリアプリ2021、監督のフォーメーションライブアップデート情報を皆さんにお届けいたします。さあ、ということで、今週はですね、予想動画でもお伝えした通り、先週に引き続き、フォーメーションの変更が少ないです。なので、まあ、ご紹介する監督はですね、かなり少なくなってしまうんですけれども、まあ、その中で、まあ、面白い監督もね、何人かおりますので、まあ、その辺にね、注目していただければなと思います。そしてね、変わってない監督も非常に多いので、ぜひね、動画の最後に監督のフォーメーション変更一覧と、疑似 3CF の監督一覧を載せておりますので、最後の方のね、監督リストもね、ご覧になっていただけたらなと思います。フォーメーションの変更が少なくてかなり寂しいんですけれども、まあ、2月以降ね、欧州のシーズンオフだったリーグも再開され始めますので、2月はねもうちょっと盛り上がるんじゃないかなと思っております。ということで、早速監督の紹介いきましょう。はい、まずはですね、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督でございます。さあ、今週は3-2-3-2に戻ってまいりました。予想通りのフォーメーションですね。まあ、ただですね、このガスペリーニ監督に関しては、2週間前のですね、疑似 3CF が非常に良かったので、またね、戻ってきてくれないかなというところで、まあ、このね、3-2-3-2もね、ベーシックのフォーメーションなので、非常に強いんですけれども、また、疑似 3CF を待ってもいいのかなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、ユリアン・ナゲルスマン監督でございます。さあ、この監督はですね、予想動画ではもしかしたら5トップ来るんじゃないかなと予想しておりましたが、やっぱりそんな甘くはないですね。フォーメーション自体は珍しいフォーメーションで、3-2-4-1というフォーメーションですね。先週のモナコのアルバン・エントーベン監督と同じフォーメーションですね。まあ、このね、メンバー的にはね、このトップ下の4枚がですね、フォワードでもおかしくなかったんですけどね。まあ残念ながらこのフォーメーションになってしまいました。で、この監督に関しては裏数値が低いので、できればディフェンシブの方でやるとですね、まあ他の戦術裏数値自体は、悪くはないので、まあ先週のモナコの監督で試すよりかは、この監督でこの面白いフォーメーションを試していただいた方が、面白いんじゃないかなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、ファブリツィオ・エトロ監督でございます。この監督は、サンプドリアですね。今週は予想通り 4-3-1-2 のフォーメーションになっております。戦術はですね、ディフェンシブにすると、コンパクトネスが7になりますので、こちらの方がおすすめです。戦術はですね、カウンター、ロングパス、サイド、フォアチェック、センター、セーフティーというところで、まあ、裏数値もそんなに悪くないですし、まあ、4-3-1-2の中ではかなり優秀な方になりますので、まあ、気になる方はね、ぜひ試していただきたいなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、アレクサンダー・ブレシン監督でございます。この監督は今週新規疑似 3CF でございます。で、この監督はね、もともと5バック5-2-1-2とかでね、優秀な監督としてたびたびね、紹介させていただいたんですけども、今週はついに疑似 3CF ということで、まあなかなか面白いですね。で、先日ね、オフェンシブ、ディフェンシブあるんですけど、ディフェンシブの方がね、コンパクトネスは優秀なんですけれども、まあオフェンシブだと中央攻めになりますので、まあこちらの方がどちらかというと使いやすいかもしれません。ただまあこのフォーメーションであればサイド攻めでもね、問題ないかなとは思っておりますので、まあどちらを選んでも面白いかなと思います。で、この疑似 3CF でカウンター中央攻めの監督っていうのは結構レアなので、このタイプの疑似 3CF をお探しの方はですね、ぜひこのアレクサンダー・ブレシン監督を狙うとね、いいんじゃないかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きまして、ブライアン・プリスケ監督でございます。さあ、今週もですね、4-3-1-2が継続となっております。まあ、毎週ね、紹介してるので、特に詳しい説明を省きますけれども、まあ、戦術はですね、オフェンシブ、ディフェンシブで変わるんですが、オフェンシブの方がおすすめです。まあ、4-3-1-2の中でもトップクラスの火力、強さを誇る監督なので、この4-3-1-2の間にですね、ぜひ獲得していただければなと思います。ということで、次の監督行きましょう。続きまして、クリスティアン・ブロッケ監督でございます。さあ、この監督は、今週4-3-1-2、中央ひし形のタイプですね。この監督もなかなか優秀でして、オフェンシブ、ディフェンシブはですね、まあ、ディフェンシブの方がね、コンパクトネスが高いので、こちらの方がいいかなと思います。
まあ、カウンターロングパスサイド、リトリートセンター、アグレッシブ。まあ、戦術は非常に優秀ですね。で、ラインが低くてコンパクトネスが高いので、まあ、非常に守りやすいかなと思います。まあ、攻撃もですね、まあ、火力は十分出せる、強さを持っておりますので、まあ、気になる方はぜひね、狙ってみてください。ということで、次の監督行きましょう。続きまして、エゴイツ・アラゴン監督でございます。この監督も今週4-3-1-2となっております。で、この監督ね、ちょっと面白くてですね、戦術的にはディフェンシブがおすすめですね。この監督ちょっと癖あるんですけれども、裏数値がですね、サポート距離、ラインの高さ、コンパクトネス、すべてね、ほぼマックスということで、まあ、この、数値のタイプはですね、まあ、非常にまあ火力が出しやすいというタイプなんですが、戦術がですね、ちょっと特殊で、ポゼッション、ロングパス、リトリートというね、まあ、組み合わせ的には癖の強い、戦術タイプではあるんですけれども、まあ、守りも硬くて、まあ、火力も出しやすいのかなという印象がありますので、まあ、気になる方はですね、ぜひ狙ってみてください。ということで次の監督いきましょう。続きましてネストルエルマエストロ監督でございます。さあ来ました、久々ですね、5バックのディジスリーシェフの監督でございます。で、戦術はですね、ディフェンシブにするとですね、コンパクトネスがね7になりますので、まあ、こちらの方が優秀かなと思います。まあ、カウンターロングパスサイド、リトリートサイド、セーフティー、ラインが低くてコンパクトネスもね、十分にありますので、まあ、5バックでこの戦術裏数値なので、まあ、守りはしっかりしているというプラスですね、このギジ 3CF でかなり火力が出せるというところは非常に魅力的なんじゃないかなと思います。まあ、過去ね5バックのギジ 3CF 何人か来てるんですけれども、まあ、その中では一番裏数値は優秀かなと思いますので、まあ、守備のね心配がなく、まあ、攻撃にね特化できるので、過去の5バックギジ 3CF の監督と比べてもかなり優秀になってくるんじゃないかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてアシル・レオ監督でございます。フォーメーションはですね非常に面白い形になっておりまして、でこの監督ね先週も紹介したんですけれども、この監督何がいいかというと、まあ、戦術の組み合わせっていうのがですね、まあ、非常に使いやすいタイプで、カウンターショートパス中央、フォーメーション重視、フォアチックセンターアグレッシブで、距離感もねちょうどよくて、まあ、非常に素晴らしい戦術裏数値の組み合わせなんですけれども、まあ、ディフェンシブにすると、まあ、コンパクトネスがちょっと低くなるので、まあ、このオフェンシブがですね、まあ、非常に使いやすいと。おまけにですね、この特殊なフォーメーションということで、まあ、かなり面白いんじゃないかなと思います。まあ他のね、フォーメーションが来ても面白いので、この監督に関しては、もう少しね、追いかけてみようかなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、ブレタン・リード監督でございます。さあ、今週はですね、3-3-2-2となっております。まあ、この監督に関しては、まあ、旧リンフット監督と同じ戦術裏数値になりますので、まあ、すごく破壊力は期待できるんですけれども、まあ、技術 3CF か5-2-1-2を待ちたいなというところかな。まあ、今週もね、残念ながら思うようなフォーメーションになりませんでしたけれども、まあ、来週以降にね、期待していきたいなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、テオドラ・アルサモラ監督でございます。さあ、この監督はですね、4-2-2-2ということで、オフェンシブ、ディフェンシブは、まあ、どちらでもいいかなというところなんですけれども、まあ、この監督に関しては、まあ、プレッシングはセーフティーになるんですが、まあ、2020のシメオネ監督とちょっと近いかなという印象ですね。戦術の組み合わせ、そして裏数値的にはですね、シメオネ監督に最も近い4-2-2-2の監督じゃないかなと思います。まあ、気になる方はね、ぜひ狙ってみてください。はい、ということで、最後ですね、フォーメーション一覧を見ながらですね、まとめていきたいなと思います。はい、ということで、今週はですね、先週に引き続き、フォーメーションの変更がね、かなり少なかったんですけれども、今週もですね、まあ、ドラギシッチ監督、ヘンレクスン監督、バジャルド監督、ブライアン・プリスケ監督などの、強い監督っていうのは引き続きね、獲得できますので、まあ、そちらを集中してね、狙っていくのもありじゃないかなと思います。まあ、2月以降ね、他のデンマークリーグとか、ロシアプレミアリーグとか、
南米のね、リーグ戦なども復活すると思いますので、そうなるとですね、もうちょっと活発的にフォーメーション変更行われると思いますので、まあそこまで来月楽しみにしたいなと思います。で、疑似 3CF の一覧も見てみましょう。はい、ということで疑似 3CF の一覧なんですけれども、今週からですね、今週疑似 3CF の監督のみとさせていただいております。まあ先週までね、過去疑似 3CF を採用した監督も含めて載せておりましたけれども、まあちょっとね、毎週毎週数が増えるので、この週で疑似 3CF を採用している監督のみとさせていただいております。で、今週新しく採用されたのが、アレクサンダー・ブレシン監督と、5バック疑似 3CF のネストルエル・マエストロ監督。まあこの2名ですかね。あとは過去ね、採用してまた戻ってきたかなというところですね。で、疑似 3CF の総数で言うと、ちょっとずつね、減ってきてるので、まあ分かりやすくはなったのかなと思います。なので今週の疑似 3CF に関しては、ドラギシッチ監督、ヘンレクソン監督なんかがですね、もちろん最優先として、ネストル・エル・マエストロ監督はですね、まあ非常に面白いと思いますので、まあそちらの方も今週は狙ってみるといいかなと思います。はい、ということでね、今週もね、ちょっとボリューム少なかったんですけれども、まあ来週以降ね、もう少しボリュームのある変更情報をお伝えできればなと思います。ということで今週は以上でございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。